採血結果で必ず確認しておきたいものが2つあります。あなたは2つとも確認していますか？最後までお聞きください。採血結果で必ず確認すべき値の1つ目は血清、クレアチニン値です。これは慢性腎臓病の患者さんなら皆さん気にされていると思います。実際、外来でも多くの患者さんがまず最初に気にされるのがこの血清、クレアチニン値です。採血結果で必ず確認すべき値の2つ目は水酸子宮体ろ過量である eGFR です。これは大きな病院であれば血清、クレアチニン値を測定すると自動的に検査結果に表示されています。英語でアルファベットの E、G、F、R と書かれていることが多いです。ぜひ探してみてください。探してみて、ない場合にも心配はいりません。EGFR はあなたの血清クレアチニン値と年齢そして性別から計算することができます。概要欄に EGFR を計算してくれるサイトを紹介しておきます。ご自分の数字を打ち込んでみてください。ぜひ、自分の EGFR を知ってください。さて、血清、クレアチニン値と EGFR の2つのどちらがより有用でしょうか？それは実は EGFR です。慢性腎臓病は5つのステージに分類されるのですが、その分類するときに EGFR が必要となります。また腎機能の低下速度を知るのにも EGFR が必要となります。他の動画で解説しています。お時間のある方はぜひご覧ください。水酸子宮体ろ過量、つまり EGFR によって表のように5つに慢性腎臓病のステージは分類されます。EGFR が90以上ならステージ1、EGFR が60から89ならステージ2、EGFR が30から59ならステージ3、EGFR が15から29ならステージ4、そして EGFR が15未満ならステージ5となります。そして腎機能はステージ1なら正常、ステージ2なら軽度低下、ステージ3なら中等度低下、ステージ4なら高度低下、ステージ5なら末期腎不全となります。専門的にはこの EGFR によるステージ分類と、タンパク尿によるステージ分類を組み合わせたステージ分類がより正式な慢性腎臓病のステージ分類となります。しかし、腎移植や透析が必要になる時期を知るのに必要なのはこの EGFR によるステージ分類です。今日のメッセージです。採血結果をもらったら必ず血清クレアチニン値だけでなく EGFR も確認してください。このチャンネルは国内に4300万人にいる高血圧患者さんと1300万人にいる慢性腎臓病患者さんのためのチャンネルです。大学病院で行っている腎臓病教室の内容をさらにわかりやすく解説しています。高血圧の合併症で亡くなったり、慢性腎臓病が進行して透析になったりする患者さんを少しでも減らしたいという思いからこのチャンネルを始めています。皆様と一緒にこのチャンネルを育てていければと思っています。ぜひよろしくお願いいたします。動画のリクエストや皆様の体験談などもコメント欄でお待ちしています。